マインネッカー線は、ヘッセン州フランクフルトアムマインの、フランクフルト中央駅とバーデンビュルテンベルク州、ハイデルベルクのハイデルベルク中央駅を結ぶ、幹線鉄道である。この線は開通当時には、フランクフルト自由市、ヘッセン大公国、バーデン大公国共通の国有鉄道だった。マインネッカー線の主な経由地は、ダルムシュタット、ベンスハイム、バインハイムであり、列車は、 ラインチ交代にあるオーデンバルトの西側で走行する。この路線はフランクフルト中央駅からすぐマンハイム、フランクフルト線と分岐し、マイン、川上の鉄橋を経て続く。マインネッカー橋はドイツの南北の貨物交通部門に特別な意味を持つ。フランクフルト、ハナウ線もこの橋を共有し、一日約600ペンの列車がこの橋を渡る。 フランクフルトリーザ・ダルムシュタット間には S バーン全員用線路が設置されており3線あるいは4線の線路が運営されている1900年当時のラーデンブルク鉄橋を1836年からフランクフルト・ハイデルベルク間鉄道建設を目指す会議がダルムシュタットで開いて1838年事前調査が行われた同年フランクフルト自由ヘッセン大 バーデン対抗国の間に一時条約が結ばれたが、翌年ヘッセン鉄道会社の資金問題のため、計画を実行するのができなかった。1843年3月25日、二次条約が締結され、国家予算による建設及びフリードリックスフェルトでのマンハイム・ハイデルベルク区間の接続が確定された。当時バーデン本線は 1600mm の後期で建設されて、 バーデンは後期建設を望んだが、それが実現されなかった。マインネッカー鉄道の建設は1843年、フランクフルトの区間で始まった。工事区間の地面は相対的に平坦で、12個の鉄道橋のみが必要だった。路線経路は本来複線用で整えられたが、実際の複線化は1860年から実現された。 1846年からいくつかの区間が開通されて、1847年8月から貨物列車の運行が始まった。1848年11月15日マイン川鉄道橋のビルヘルム橋が完工されて、列車は旧マインレッカー駅まで走行した。1852年最初のフィートストーン電信機が導入された。1866年プロイセンが フランクフルト自由市を併合し、プロイセン国有鉄道はフランクフルト部分を引き受けた。1882年4000伏線,線のマインネッカー新橋が既存の橋梁から約1000メートル離れて鋼鉄トラスの形で観光された。この橋を通じてフランクフルト新駅と類在駅間の新線が結ばれる。1888年フランクフルト新駅の開業によって マインネッカー級橋は、フランクフル都市に売却され、道路橋になった。1896年プロイセン国有鉄道は、ヘッセン大抗国国有鉄道の業務を引き受け、プロイセンヘッセン鉄道法人になった。したがって、本線のヘッセン区間もその会社に属することになった。1901年12月14日に締結された、フランクフルト自由市、ヘッセン大抗国。 バーデン対抗国の条約によって、1902年に共同管理局は解散した。マインネッカー鉄道の中に、バーデン地域はバーデン国鉄へ、ヘッセン地域はプロイセンヘッセン鉄道法人とマインツ管理局へ分割された。プロイセンヘッセン鉄道法人によって一括的に運営された。1912年5月既存のマインネッカー駅が移転され、 ダルムシュタット中央駅として開業された。1927年マインネッカー鉄道橋は、郊材トラス橋で新たに改修された。この工事で列車と船の通行は、少ない影響だけを受けた。1945年戦争の最後の日々に、マインネッカー橋が爆撃によって破壊されたが、翌年復旧された。1956年マンハイムフリードリクスフェルト。 ハイデルベルク区間が電化されて、翌年11月全区間の電化は完了した。1997年、フランクフルト・ダルムスタット区間で、線路増設が S3、S4 系統運行の目的で完了した。フランクフルト・ランゲン区間及びエゲルスバッハ・エルツハウゼン区間は、複々線で、残りの区間は3線複線で改修されている。ノイゼンブルク駅とランゲン駅を、 挙句、フランクフルト・ダルム・シュタット区間の他の停車場はエス・ S、バーン・センド側に移転された。ベンスハイム駅で停車する IC 列車本線には IC 列車編が少なく IC、EC 列車編が優勢である。路線は南側にカールスルーへ、シュトットガルト方面、北側にカッセル、ハノーファー方面と連結されている。 ベンスハイム駅で停車するハイデルベルク行き普通列車、フランクフルト、ハエンラインイコールアルスバッハ区間の運賃システムは、ラインマイン運輸連合により、スビンゲンベルクハイデルベルク区間の運賃システムは、ラインネッガー運輸連合により管理されている。ありがとうございます。